俺配信してないうちに、はい、俺の名前を使って初心者狩りしてるらしいの。ええー、そのそうだよ、この世界で俺は悪者になってるわけだよ。実際悪いこともしてます。悪いこともしてます。タマちゃん、タマちゃん、いいうんこ食うことっすね。うんこ食うこと以外に、今食べてたよね。今リチキン TV のうんこ食べてたよね。いろいろ形はある。ボコボコにしてやるっつってんだ。正規戦争だよ。やっていきます。意外とうまそうでしょ。こんにちは。マジ何が起きたこれ。ササジックいじめたの皆さん。いや、心当たりがないんだよね。ちょっとまあ、ちょっとブチ切れそうというか、普通に。初心者がしてねえや。なんだよ、それ。それなんだよ。それ許していいのかよ。そういう行為を。そのような行為を人は許していいの？ダメだよな。ダメだよな。普通に。まずそれを解決しないといけないし。とりあえず、チームメンバーと話したい。俺がいない間に、情勢が変わりすぎてる。一旦。関さんは PVE のボス戦とかみんな楽しんだりした後に戦勝しましょうよって言ってたよ。関さんの言い分はね。そっか。わかるわかるわかる。関さんの言い分はそうだよね。でも戦争って誰かの言い分でさ、そんな簡単に止まるわけではないんだわ、一応。そんな簡単なものだったらね、世の中こんなねことになってないんだよ。サミさんだ。どうもどうも。お疲れ様です。ちょっと、ちょっと一回状況聞かせてもらっていい？なんか、イケメンパラダイスがイケバラになったって。イケメンパラダイスになったって。あ、そう。そうらしいです。うちの代表はどこ行ったの？ミッキーさんが脱退？はい、なんでその流れは何知ってるんだ。私今日朝に出会ったら脱退したんすよって言ってましたよ。は？人知れずにやめていった？なんか誰も聞いてないんですか？誰も聞いてないよ。なんか血を求めて脱退したって聞きました。はい。いや、ちょっとね、敵ですよ。もう一つね、あるんですよ。俺配信してないうちに、はい、他のクランのやつが俺の名前を使って初心者狩りしてるらしいの。なんか許せないよね。で、俺の名前を使ってね、その情報が俺初めて知ったのが、その配信中にコメント来たとかじゃなくて、なんか DM にちらほらね来てるんだよね。DM に。まずい。スタさん、スタさん、初心者狩りは良くないですよ。わらみたいな。俺は許せないわけよ。許せないっすよ。ちょっと当てはあるから、そこを聞きに行きたいなと思ってて。当てあるんですか？はいはいはい、当てあるんだよね。行きましょうよ。みんなの意思を聞きたいんだ俺は、はい、この広い世界にさ、はい、響いてしまった悪名っていうのはさ、いつまでたってもさ、回復できないものだと思うんだよね。例えばその、そうだよ、この世界で俺は悪者になってるわけだよ。そのさ、評判ってのは覆せないんだからさ、だったらさ、はい、俺たちが悪者になってもいいんじゃないかなっていう。おお、ヴィランに行くってことですか？そう、ヴィランになってもいいんじゃないのって思うんだよね。ヴィランになったら白星いっぱい取れますか？そうでしょ、あなたは白星が取りたいんでしょ、リスケデビースイッチでさ、重鎮と呼ばれてる配信者の剥製作りたくないか？はい、お、作りたい。作りたいよな。作りたい。ああ、しょうがった。この二人はそっちの意思があるってのは分かったぜ。実際追っ始めたらあっちだからね。俺たちは復讐しにかかるわけですよ。はい、ボコボコにしてやろう。そうですよ。正当防衛ですよ。正当防衛なんですよ。行きましょう。やろう。はい。結局犯人ってどなた？なんすか？俺はね、まだ分かんない。俺ね、関って聞いてるんだよ。関俺は関って聞いてる。関さん、うん、ゆうたさん、やつね。本当ですか？って、うん、許せないよね、やっぱりね。僕たちは今から関さんの剥製を作ろうとしてる。そうだよ、そうだよ。欲しすぎるけど。そういうことだよ。いいですか？そうだよ、コレクションしよう。はい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 は
それはユースですよ。もう聞くまでもないんですよ、キンキボーイは。俺がいいしてない間にね、関ってやつが、俺の名前を使ってね、初心者狩りをしてるらしいですよ。はいはいはい、じゃあ事実確認しに行きます、一旦。そうそう、一回事実確認をしに行こう。それ大事っすよね。違ったらやばいですからね。そう、違ったらね、それこそ違ったら一番まずいからね。トロちゃん泣いちゃうよ、グリじゃない。うん、うん、泣いちゃうから。で、さあ、ちょっとトライブ名がさ、ちょっとトライブ名悪名を整えすぎて、一回名前変えとこう。一回変えとこうか。俺が頭を下げていくときに、その有効的だってのが一発で分かる名前がいいんだよね。俺、いつき TV は、なんかいろんな人の届けで方面から信頼されてるって話を聞いたのよ。その名前を入れた方がいいのかなって思うね、俺は。あのっすね、さっき、あの、剥製なってほしくて、いろんな人に2人ぐらいに声かけたら、めっちゃすっごい勢いで逃げていっちゃって。あ、なるほど。ちょっとなんか信用もしかしたら、あなたもあなたでね。一応、CR キラーではあります。あなたもあなたでね、やってるのね。ミッチーからストリーマーを守る隊にします、じゃあ。まあ、どっち、どっち、よいしょ。ミッチーから配信者を守る会。めっちゃいいじゃないですか。これで行こう、これで行こう。ちょっと待ってくださいね、ややこしい人がちょっと遠くから見てるわ。どうしよう。どこ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 ですか、どこですか。なんかいるな、なんかいるな。あ、なんかいる、なんかいる。どこ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 。よく見つけたな、よく見つけたな。いるかな。今の話聞かれてたらまずいな。いや、大丈夫ではあるけどね。あ、消えてるね。どこだろう。そこ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 。元気さん、クレープは食べて、クレープ食べてた今。クレープ食ってた俺、ダイエット中にクレープ食ってバレたの俺。そうそれ、うん、それだから。あ、そっかそっか。あ、そっかそっか、ごめん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 、間違えた。そう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 、いけ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 。体重3件肉、そうそう。私がちょっと怪我を持ってないので。下誰かいない。あれはアルファズールだね。あ、アルファズール、モンド会とか関係ない関係ない。いいなぁ、かっこいいな、モンド会。うわぁ、持ってないからなぁ。マナガルムめちゃめちゃいいなぁ。うわぁ、ちょ待って、マナガルム羨ましいなぁ。すごいたかり方してきた。これ、ちょっと今忘れたら前ってこと。待って。ちなみに今使えまえたマナガルムなんかメスなんで、まぁ、ちょっとスタンミママって名前にしておきましょうか。なんでだよ、なんでちょっと聞きたいんですけど、どこと戦おうとしてるみたいなのは。いや、戦おうとしてるというか、その経緯を説明すると、関って知ってます？初心者狩りをしてるらしいんだよ、普通に。別にあの人は初心者狩りが好きなんだよ。はい、スタンミの名前を使ってるらしいんだよね。普通に、あ、平和にアークしましょうよってやったらさ、平和なアークの世界でさ、僕のトライブはさ、すごい不利を被るわけだよ。肩身が狭い思いをするってのは絶対あるよね。だから俺たち的にはどうしてもほっとけない、今の状況は。そうなんだね。うん、俺たちなんかすごい悪名を驚かさせられたんだよ、いろんな人に。実際、悪いこともしてます。悪いこともしてます。トロちゃん、いい。トロちゃん、静かに。トロちゃん、静かに。静かにできるな。静かに、トロちゃん。じゃ、いいんだ、今。後ろの二人のおじさんはちょっとほっとこう。トロロ、黙ってろ。これからいいことをしていくんだ。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あれじゃね、城やば。あった。あれだ。え、関さん、あんなとこ住んでんの。ここに住ん、城住み強いな。すげえな。誰かいますか。こっからだ。ほら、違ってきた。どこだ、これ怖すぎる。怖すぎる。あ、あそこ人いる。すいません、すいません。どうしました。あ、ここのお城に。あ、きなこです。あ、きなこさん、はじめまして。どうも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 。はじめまして。関さんにお話があって来たんですけど。あ、呼んできましょうか。ちょっとお願いしていいですか。一件とか可能です。あ、じゃあここでちょっと待っててください。はい、お願いします。あ、凍えそう。でっか、なんだあれ。おっと、なんかニョキって顔出てきた。普通に徒歩で来ていただきたいのですけれど。あんまりその圧というか、普通に心拍数上がるというか、うん、普通に心拍数上がるというか、なんというか、なんか、じゃあ四天王みたいになってるよ。四天王みたいになってるって。大丈夫か。多分ね、今ね、気のせいじゃなかったら、城壁の横にシャカって文字が見えたんだけど。は？え？
どういうこと？アイス。そことも話ししねえといけねえのかよ。めんどくせえ。どういうこと？あ、なんか降りてきた。あ、呼んできたっす、呼んできたっす。ありがとうございま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 す。どうしたんですか、今日は。噂の段階ではあるんだけど、なんか一応俺の名前を使ってちょっと初心者狩り、なんか関さんの趣味聞いてない？趣味。関さんの趣味、うんこ食うことっすね。うんこ食うこと以外に。パッパッあ、関さんパクパクしてる。ちょっと一回お話があって。そんな久しぶりじゃん。いや久しぶりです。あのあれぶりっすね。よく気絶させてくれましたよ。なんか寒くね、大丈夫？めちゃくちゃ寒い。あ、お願いします。あ、ありがとう。ちょっとやりづらい。なんだあれ、なんかやりづらいんだ。寒い。なんかやりづらいんだ。まあもらいますすごい寒くて。いやあざすあざすあざす。でもブレるな。なんだこれ。いやブレるな。なんか最近娯楽というか、その趣味的なところって関さんなんかやってたりします？肉焼きましょうか。あ、肉いただきます。肉いただきます。お腹が空いてて、なんでそんな気が使えんのかな、関さんは。関さん気が使え、助かります。すいません、これあげる。ありがとうございます。なんか初心者狩りみたいのをしてるっていう噂がこっちまで来てて。え、俺が？うん、初心者狩りをなんか。そんな俺に言われても知らんぞ。じゃあ誰かがやられたから。じゃあ俺やってなくて噂の段階だと、なんか俺の名前を使って関が初心者狩りしてるっていう。でその初心者狩りしたのをスタミのせいだみたいにこのワールドの人に広めてるっていう噂を聞いてて。いや俺も今の話聞いて許せねえと思った。許せないですよね。普通だと許せないですよね。関さんやったんすか？やってないです。やってないらしいっすよ、うちの関さんは。やってないらしいっすよ。なんで聞いて、関さん言い掛かりつけられてます。言いがかりはこっちだよ。お前誰だ、お前何なんだよ。これは代表と話して、お前ちょっと、お前と横についてる、お前誰だよ。お前離れが捨てたよ。お前関と話して、俺は代表と話してんだ。俺は代表と話してんだよ。お前そうだ、その関さんがしたところ、もしなんかそのやってないっていうのが嘘だとしたら、ね、ないと思うんですけど、関さんが嘘をつくってことは俺ないと思ってるんですけど。黙れしてんだ、お前は。誰だお前。俺はお前関さんじゃなくて、俺はお前なんていうの。やるやおい、うちの関さんが怒るぞ、それは。俺をやると、お前後ろに隠れながら、お前借りてんだ。うちの関さんが怒るぞ。僕からしても、でも今の話聞いたら、はい、もう自由じゃないですか、まだ。こっちは誰とうんこしたの？肥料にしてください。ちょっと、うちのアイドルのうんこを肥料に使わないでくださいよ。ちょっと返してください。ちょっと返してもらっていいですか、そのうんこは。それはちょっとうちとしてもちょっと守っていかないといけないところなんで。もったいないはまずいけど。ああ。今食べてたよね。今リチキン TV のうんこ食べてたよね。今食べたの別？いや食べてないよ。今バクバクで食ってたよね。すいません、長話するのもあれなんで、ちょっと一回解散ということで。まあ。それではちょっと一旦失礼させてもらいます。お疲れ様でーす。はい。お疲れ様でーす。はい。ちょっと称号ね。はい。この王様うんこ拾いしてたっていいね。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、釈迦さんいいんじゃん。すげえ熱感じで嫌な感じなんだけど。いやいや、すいません、出してない。単純に関さんと仲がいいっていうのと、まあ何個か目撃情報があったっていうので、ちょっと釈迦さんに聞きたいことあって、さっき関さんの家にね、俺たち行ったんだよ。会議をしてる時に、ケンキさんがね、双眼鏡で周りチラッと見たら、なんか釈迦っていう文字を見たらしいの。俺たちが今知ってる情報の中だと、その釈迦さん、関さんっていうのはちょっと距離が近くて、初心者狩りっていうのを一緒にやっててもおかしくないなって思うから。めちゃくちゃな言い分だな。いや、俺はマジ何も知らないね。あ、何も知んない？何も、うん、関さんと同じこと言ってるな。何も知らない。なんだこれは。本当だね。関さんがそういうことしてたのは知らない。うん。けど、うん、もし、知ってたとしても俺知らないって言うと思う。ちょっと待ってよ。何だと？ややこしいな、シャガキン TV。
それで言ったらやっぱほら情報ってやっぱ大事。情報は大切だ大切だ、それは大切だよ。どっちもやっぱ敵に回したくないから俺は。そうだね、そうだね、そうだよね。じゃあ分かりました、釈迦さん。さっき関さんの城の近くにいたかいないかはまずそこはどうですか。いたかいないか、あ、それは何の話をしてたんですか。何の話。うん、違うんだよ実は。うん、帰り道にリスキンさんの声が聞こえて、うん、でリスキンさんの声が聞こえたから俺岩肌に隠れて、うん、あのあなたたちの話を聞いてました。あ、なるほど。たまたま聞いて、うん、これ向こうが認めなかったらこれ戦争だよみたいな、うん、話をしてたから、うん、そういう話をしてたから、うん、これ先回りしてそこにチームがどうなるか聞こうと思ったよ。ああ、なるほどね。だから、じゃあ、関さんと話しに行ったわけではなくて、単純に、この世界で戦争が起こってしまうのかどうなのかってのを知りたかったわけだ。あ、そうそうそう。なるほどね、なるほどね。戦争仕掛けんのかなって。僕ら的には、ぶっちゃけ、それを信じるしかないというか、信じない手がないんですよ。信じないってなったら、こことも対立しちゃって、僕たちの部が悪くなるんで。だから信じます。あー、お疲れ様です。またー。難しく難しくなってきたぞ。え、逆さん。あ、どうしたどうしたどうした。関さんがこっち来たいらしい。え、なるほど。関さん、じゃあ関さんをこっちも探しますわ。来た来た来た、もう来たよ。早いな。ありがとうございます。はい。来ないから来ましたよ。え？ああ、なるほどね。ぶっちゃけて言うよ。今なんか別に関さんが嘘ついてたとかさ、俺別に気にしないよ。関さんはさ、嘘ついてないですか、ね、初心者狩りの時俺の名前出したの出してないの？今ちょっとはっきりさせようよ。別に俺は出してないけど。向こうが勘違いするようなことは一件あったかも。勝手に勘違いしたかな。勝手に勘違いした。しょがりはしたっていうところが、しょがりしてないって言ってたのにしょがりはしてたんだね。しょがりしたしょがり、なんかチクチクしてないですか。いや、してないしてる、全然。関さん、関さん、関さん、ごめんなさいごめんなさい。なんなんだろうな、そういうことじゃなくて。普通に剣構えてるし。いや、なんで、違う、剣構えてんの、シャカ剣じゃねえか。なんでいいんだよ、普通に聞いてるじゃん。隠れて聞けよ、せめて。チクチクした話をもうやめよう、一回。あ、まあいいぞ、置いていきましょう。有効的に、有効的に。うん、そこ、まあその、しょがりをし、俺はスタミさんと話してるな。いや、お前、さっきお前、きなこくんを横につけてたろうが。あ、でまあでも、あれかな、もしかして。まあ、僕、そのつもりなかったんですけど、ペットに人の名前をつける癖があって。なるほど。僕のペットの中の一匹に、うん、まあ、スタンミっていうのいるんですよね。いや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 、それはやってるでしょ。それはそれはやってるだろ。それはやってるよ。初心者は捕まったら鳥の名前を見て、あ、スタンミやなってのはなるかもしれない。なるよね。なんでなの、なんでそんなことしてたの。どんなに迫害されてるか知ってますか。でも海岸のタレットで初心者死んでるぞ。なんでいいんだよ、だからなんでいいんだよ。だからどういう形でっていうのはちょっといろいろ形はある。あのねもう生きにくいんだよ俺は、この世界で。あんたのせいで生きにくいっつってんだよ。ボコボコにしてやるっつってんだ。関、戦争だよ、戦争だよ。お前とお前と戦争したいっつってんだよ。何やこの傑作。お前がふざけんな。お前家帰って早く恐竜全員分の墓作っとけ。全員死ぬんだからな。これが使っていいだろ。やってやってんだよお前、戦争だよお前は。何が生きづれ、戦争生きづらくなってたんだろこの世界で。しょうもねえじゃねえよ。で関さん日程的に案件とかあったらちょっとあれなんで、日程だけ、あー、そうですね、やっぱその辺のそこら辺しっかりして、ちょっと日程改めて考えて。なるほど。じゃあそこら辺もちょっと DM で一回 DM でやりましょうか。というわけで関、
お前ボコボコにしてやってんだお前は。お前ふざけんなお前。お前なんか立てると思うな。お前ら話は終わりだよ。ひよってねえわ。はよ行けっつってんだよお前は。ほら戦争だお前世間おめえは。外からの圧力とかよ、コメントとかの圧にビビって戦争仕掛けられなかったよ。ビビってよ、ちぃ。圧だろ、圧。外から言われたんだ、コメントでよ。気使ってやったんだろ、ある意味。ある意味気を使ってやったんだ。だから戦争は受けて立つっつってんだよ。やるっつってんだから。ああ、やる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 。だから、分かった、ボコボコにしてやるから。受けて立つっつってんだよ。すげえ、だって静かだったのにもう自陣でこれだもんね。だからそりゃそうだ、だからもう戦争が決まったんだから、もう敵対関係なんだよ。敵対関係なら当たり前だろ、そりゃそれは当たり前だろ。こっちは元気っすね。なあ、じゃあちょっとすげえ人気上がったもんな。なあ、それビビったんだよ、俺らの距離に。ビビってねえよ、ビビってねえよ。寒かっただけだよ。北さん、うん、急がないといけない僕たちは。戦争することになったな。